さあ始まりました、フルーリー頂上決戦。本日もね、フルーリーの、頂上決戦を決める、選手権大会やっていくんですけれども、私今回実況を務めさせていただきます加藤と申します。よろしくお願いします。そしてですね、お隣、いらしていただいたのがフルーリー歴7年目となった金城さんにお越しいただきました。はい、どうも。フルーリーはどんな思い出があるんですか？フルーリーはですね、はい、7年前に一回学生の時に食べて、はい、ブランクがあるんですけどね、6年くらい。それからあんまり食べてない。そうですね。ということで、もう選手がね、今か今かと待ち構えておりますので、はい、それでは、はい、行きましょう。それでは選手の入場です。今日も赤と青のボディが生えてますね。バチバチしてますね。はい、ということで入場いただきました、マックフルーリーのキットカット、そして超オレオの選手でございます。いやー、今日もかなり鍛えてきたようですね。そうですね、ムキムキですね。このフルーリー2人の選手ですが、マックフルーリー歴が、オレオ選手はかなり長いスパンでもう長期的にずっと出られてる、もう殿堂入りの選手でございます。定番商品となっています。こちらは食べたことございますか？はい、こちら食べたことあります。あ、やはりやっぱそうですよね。これずっとあの長期的に戦ってきた選手でして、で、ね、みんなの憧れみたいなところがあります。かなりゴロッとしたね、ストレートが、ストレートですね、ストレートパンチがね、はい、強いですよね。 そうですね。そしてですね、キットカットの選手の方はですね、なんと去年7年ぶりの復活を果たしたという、なんかちょっとブランクがやっぱりある選手なんですけども、待望の復活と言いますよね。そうなんです、みんなもう待ってましたと言わんばかりの選手でございます。ということですね、あの旬が ありますので、やっぱ選手には、そうですね、かなりですね、もうあの外はあの早くしてくれと、ね、あの言っておりますので、ちょっと実況が長くなってすみませんね。それではこの2選手をですね、今宵は堪能していきたいと思います。巷ではあのどっちが好きかでもう論争が繰り広げられてるらしいですよ。なるほど。実況の加藤さんはオレオは食べたことあるんですか？もちろんです、オレオ、はい、もう大好きな選手ですね、もう小さい頃から、この黒と白のハーモニー楽しんでください。はい、ぐる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 、はい、若干溶けていますね。かなり溶け始めていますね、はい、でも溶けてからもあのすごく美味しく召し上がれるので。そうなんです、はい、そしてこのマックが生み出し、しこの謎の空洞があるスプーン、これもねまた味がありますよね。かなりもうちょっとドロドロになってきておりますが、しっかり粒は残っております。これが素晴らしい。キットカットは久しぶりの復活ということで、とても気合が入っているそうです。やはりこうやって砕かれたキットカットが入っておりますね。多分キットカットのパフパフの感じが、パフの感じが、パフパフ楽しめるんじゃないでしょうか。じゃあまずはオレオさんの方から参りたいと思います、はい、いただきます。いただきます。さあ入場します。バニラアイスのクリームのようですね。トリプルトーループ、ダブルトーループです。ドーナツスピン入ります。オレオの中にあのクリーム乗ってますよね、あのスケートリンクありますね。あの中のクリームをバニラアイスにしたかのような、あのいいとこ取りです。これはそうですね、大人も子供も楽しめる感じになってますね。あ、はい、はい、溶け始めていますね。とってもクリーミーですね、うん、これは多分溶け始めててもすごく美味しく楽しめるものだと思います。これ家でもなんとなく作れそうな食材のこの組み合わせなんですけれども、なぜかマックで食べると美味しいんですね。なんか魔法があるんですかね。それではキットカットの方に参りましょうか。はい、ですね、キットカットがすごく私の方液体になってきてるので、ね、やっぱ超オレオだったからオレオが多かったですね。すごくそうですね、ザクザクしておりましたね。それでは続いてキットカット選手です、はい、チョコ以外にもあのパフパフの部分見えますね。うんうん、チョコが硬いですね。そうですね、しっかりありますね。はい、ハードな感じになっております。あれ、私すごくあの久々にこの選手体感したんですけれども、うん、オレオの方がすごいあのザクザクのイメージがあったですね、ゴロゴロの、うん、ですけど口に入れた瞬間ザクザク感はキットカットの方があります、うん、クッキーは水分を含みますけどチョコは含まないので、それがすごいあの歯ごたえが美味しいです。キットカット自体もすごく久しぶりに食べましたね。すごく固めの食感でちょっとびっくりしました。あ、でもびっくりしました、うん、でもその中にクリーミーなのを混じって、これ4回転ジャンプですね。決まりましたね。はい、トリプルトーループ、ダブルトーループです、うん、ちょっとこの2選手を混ぜてみたらどうなるかちょっと試してみてもいいですか。はい、ダブルスですかね。ダブルス、そうですね、ミックスダブルスですかね。ミックスダブルスですね、はい、わー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 、すごいすごいすごい、色が全然違うんですね。すごくレーダーから食べたうん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 、あらまあすごい、
美味しい。あのチョコクッキーになります、うん、違う、やっぱキットカットの方が甘めです。こっちのオレオの方がちょっとビターチックな感じですね。2人の個性が相まっていい演技をされますね。あのどちらもこう個性をひしめき合って戦ってますね。戦ってますね。ちょっと待ってください、私これどちらもコーツつけられなくなりました。私も意外と最初はあのオレオです。オレオ私はオレオの方が好きだったので、オレオの方がいけるんじゃないかと思ったんですけど、キットカット選手もすごく歯応えがあってとても美味しい感じですね。そうですね、はい、あのお子さんにはやっぱりキットカット選手の方が応援しやすいかもしれない、うん、なんかミルクチョコ感があって美味しいんですよ。甘い。普段アイスクリームでクッキー&クリームを選ぶ方はオレオが好きなんじゃないかと思いますね。そうですね、でもやっぱり私はオレオ派かもしれないです、うん、あのクリームとしっかり混ざり合うんですね。なんかキットカットはまあいい意味でも悪い意味でもあの別のものなんです。ソフトクリームとチョコが別々にいるんですよ。なるほど。っていう、なるほど、うん、私はですね、解説という立場から公平性を保って解説という立場から公平性を保ちたいのでどちらかとは明言できないんですけども、守りに入りましたね。これにあのポテトと一緒に食べたらめちゃくちゃ美味しいんじゃないかって。確かに甘いものを食べた後しょっぱいものを食べたくなる。今ポテト選手を呼びたくなっております。ポテト選手、あ、今、あ、大丈夫ですか。今ポテト選手こちらの番組にはもう出演したくないと。あ、そうなんですね。あの滑舌の悪い解説は何だ、うん、すいません、申し訳ございません。あの食レポはない。食レポはないだそうです。あ、そうなんです、ね、はい、失礼しました。切られました。ハンバーガーでもいいですよ。やっぱり長期的な選手だけあってやっぱりいい。オレオがすごくいい。どっちも同じスポンサーなんですか。私も気になっておりました。キットカットはネスレ、うん、ネスレ、コーヒーとかの、うんうん、ネスレ、モンデリーズインターナショナルの、ああ子会社で、ナビスコでございます。ナビスコ、あ、じゃあナビスコ違う所属なんですね。だからあのリッツとかと。なのでオレオ選手は、海外育ちという。なるほど。こっちはこう甘めなのでビターなコーヒーとかと合いそうな気もしますね。なるほど、そうですね、うんうん、でもやっぱり私はポテトが食べたいということで今回の、こちらのマックフルーリー頂上決戦ですが、ドロー。すごくいい勝負だったんじゃないかと思います。いや、とってもいい勝負でした、うん、どちらも良さがある、うん、アクセルを決めていたのです。アクセル、はい、何ですか、トリプルアクセル。そのアクセルですか。今のアクセルだとなんか車っぽかったですけどね、はい、すごくあのスターティングもスターティングすごい良かったです。演技がすごい良かったですね。なんかね、入場からもう始まっていましたからね。そうですね、はいはい、レッド、ブルー、この対決いかがでしたでしょうか。皆さんもね、今どちらも楽しめる期間限定の期間ですので、ぜひお店へ行ってみてはいかがでしょうか。それではまた次回の試合でお会いしましょう。ごきげんよう。今日もいつなぐ TV を見てくれてありがとう。チャンネル登録や高評価、コメントもよろしくね。 Twitter や Instagram もやってるのでぜひフォローしてね。それじゃあ次回までごきげんよう。